にちは、マシです。ご視聴ありがとうございます。ここの池見てください。めちゃくちゃエモい池ですよね。ここにはですね、水生昆虫の王者タガメがいるということで、今回来させていただいております。まずはね、ここお昼ね、ちょっといろいろ採集してみて、タガメがいるのかどうか確認をしてですね、夜になったらね、侵略的外来種が来てタガメを食べちゃうような生き物も来てるんで、そいつらをね、たくさん捕まえていきたいと思います。早速やっていきましょう。陸から見た時に生き物はまだ確認できていないんですけれどもね、水の中はかなりエモい感じになってます。タガメがいるような池っていうことはね、他にも水生昆虫いろいろ見れることが多いので楽しみですね。じゃあ今日このメンバーでね、ガサガサしていきたいと思います。絶対領域虫ガールピョンちゃんです。戦争の悪魔堀鉄です。あとなんかイグルとかいう人もいるね。はい、今日はよろしくお願いします。お願いします。適当にガサガサしていきましょうかね。失礼します。いやー、こんなエモいところなかなかガサできんすからね。なんか取れるでしょうか。よいしょ。お、なんだなんだなんだ、ヤゴがいっぱい入ってますね。ヤンマ系のヤゴ取れました。なかなかいいサイズですね。まあ、なんでヤゴが入れるかっていうと、ここザリガニが入ってないからですよ。ザリガニがいるとね、ヤゴは一気に減ってしまいます。はい、イグルさんが取ってくれました。ギニヤマの仲間かっこいいですね。僕の人差し指ぐらいの大きさがあります。ちょっと噛まれそうで怖い。お前噛まそうとしたら、お前絶対今噛まそうとしたら煙が出てたぞ。煙の中には生き物がいるはず。おおお、いっぱい取れた。なんだい君たち、教えて。マツモムシがいっぱいいる中ね、取れたのはこちら、モリアオガエルのオタマジャクシちゃんでございます。2匹取れましたね。こちら日本にしかいないカエルですね。足だけちょびっと生えててね、かわいいですね。ぴょん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 跳ねております。ここまで外来種の生き物は全くおりません。タカメちゃん、なかなか今数減らしてて、この場所も前はいたんだけど今は取れないみたいな。あー、水カマキリ取れた。水カマキリでございます。カマキリっていう名前がついているんですが、実際はカメムシの仲間ですね。右奥右奥、あ、本当だ。正面の黒いのがね、イモリの幼体ですね。ちっちゃくて何がなんやらですけれども、懸命に生きております。脇のフェイロですね。めちゃくちゃ雰囲気はいい、雰囲気はいいが、ガムシは取れるね。はい、こちらがガムシですね。ガムシっていうのが牙の虫と書いてガムシって書くんですよ。すごい牙を持ってて刺されるとすごく痛いんですよね。水生昆虫の中でも比較的数多く見られる生き物ですね。よいしょよいしょ、ほい。うわー、なんかいろいろいっぱい入ってる。あ、水カマキリも入ってんね。ガムシも入ってる。お、あ、来た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 、こいつよこいつ。他の子も水生昆虫太鼓打ちですね。タガメ同様に水生昆虫を代表する一匹でございます。鎌の形が太鼓を打つ人に見えるので太鼓打ちと呼ばれております。はい、ニコちゃんがこちら取ってくれました。コイムシですね。あとはまあゲンゴロウとタガメだけね、水生昆虫コンプリートできてないですね。はいはいはい、うわー、すげえ大量やねこれ。あ、イグルさん、マジで取れた？見て、やる。こちらがタガメ絶滅危惧種、そして僕の動画で初めて紹介するかな、種の保存法というものに指定されているもので、ね、特定2種って言って、譲渡目的の捕獲であったり売買であったりは禁止されるっていう、そういう生き物ですね。数を減らしているからこそ、そういった特別な法律も絡んでくるような生き物です。ただこういう風に個人で取っていく分には全然問題はありません。水生昆虫の王者ですよ。タガメがですね、今数を減らしている理由っていうのはもう本当にたくさんありまして、まずは開発によって田んぼ等が少なくなったことで、次に田んぼで農薬を使い出して、もうこのタガメっていう水生昆虫は農薬に人一倍弱い生き物なんですよ。少しでも残留農薬があるだけでもう死んでしまうような生き物です。そしてタガメは強い走行性があるんですが、街灯に集まってしまい、その後乾燥してしまって死んだりとか、鳥に食べられて死んだりとか、そうやってどんどん数を減らしていったうちに、さらに追い打ちをかけたのが乱獲です。昔はたくさんいたのが数を減らしてしまって希少価値が増えてしまったんですよね。鉄頭鉄尾、人間のせいによって減ってしまった生き物、それがタガメですね。まあ見た目もかっこいいですし、水生昆虫の王者って言われるとね、やっぱ憧れはありますよね。僕も小さい時にこいつが近くにいたら、もうファンになったこと間違いなしでしょう。このフォルムかっこよすぎる。こんなに爪とんがって、こんなんで挟まれたら人間でも痛いと思うだろうし、なかなか振りほどくことは難しいでしょう。そしてタガメはお尻から呼吸ができます。これもね、不思議な体の特徴してますよね。こうすることによって半永久的に水中で餌が目の前に来るのを待ち続けることができるんです。
おじいさんもおっしゃってましたけども、去年よりも今回取れる数がものすごい少なかったです。この1匹だけでした。こういう場所をね、守っていかないといけないですね。壮観ですね。太鼓打ち、水カマキリ、ヤゴ、コウイムシ、マツムシ、ガムシ、そしてタガメ。まあちょっと今回ゲンゴロウだけ入らなかったですね。ちょっとそれだけは残念なんですけれども、はい、捕まえたやつは全てリリースさせていただきます。はい、夜になりましてね、すぐ近くの川に来ております。ここにね、タガメを減らす原因の外来種がね、いるということなんで、ガサガサやっていきたいと思います。逃がしませんよと。おい、入った。オッケー。今回駆除するべき目的の外来種捕まりました。こちらウシガエルのオタマジャクシ特定外来生物です。水生昆虫はウシガエルとザリガニが入ってしまうともうほぼほぼいなくなるよってよく言われるんですけれども、ウシガエル、こういうオタマジャクシや小型の個体だとタガメでも対抗できるんですけれども、大きくなったやつはね、なかなかタガメでも難しいですね。まずはこの周辺のウシガエルをね、減らして池に入っていく可能性のあるウシガエルたちをなるべく数を減らしていきたいと思います。ウシガエルのオタマジャクシ22匹ですね、捕まえました。いきます。あっぶね、あっぶね、うん、頭からいけば全然取れる位置。 OK。 はい、薄いね。逃げない、逃げない。誰も取ってねえんだろうな。食ったっぽいね。食ったね。え、どうなってる。あ、食ってる、食ってる。よいしょ、入った入った入った、オッケー。取れた。おお、口にちゃんとフックしてますね。こいつがね、タガメを食べちゃうんですよ。近隣のウシガエルを捕まえることができました。はい、エモい意見でこれ来たんですけれども、あー、見えるかな。正面、これウシガエルだね。こちら正面見えてるの、これ水カマキリですね。ライトつけると結構わかりやすいですね。あと多分モリアオガエルのオタマジャクシもいますね。めちゃくちゃでかいんだけど、トラサム様全く微動だにしません。トラサムガエル、うわー、ちょっとびっくりした。カメ、お前が寄るからじゃねえかよ。お前が寄るからじゃねえかよ。あ、ちょっと待って、入った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 。え、普通に、え、陸にいたんだけど。ちょっと待って、陸にいたんだけど。昼間は全然見なかったのに陸にいました。ウシガエルね、まあまだあんまり大きくない個体なんでね、なるべく早めに取れてよかったです。胃袋の中、水生昆虫入ってないかね、確認していきたいと思います。こちら右からトンボですね。羽の部分よくわかるんじゃないでしょうか。で、真ん中はこれ水カマキリですね。胴体の部分が取れて、で、左がこれはモリアオガエルのオタマジャクシと生態の途中のやつ、尻尾がまだ生えてるんですよね。もう本当にウシガエルは大食漢で、もうものすごい数食べるんで、毎日このくらいの量が減っていくと思ってください。そりゃ数減らしますよね。こういうところに一番ウシガエル入っちゃいけないんですよ。ナシのオリジナルグッズ販売中。売上の1割を生態系保全事業団体に貢献しております。はい、ということでね、今回の動画いかがでしたでしょうか。成果としてはこの池の周辺でウシガエルをね、4匹、ここの池その場所でね、僕が先ほど捕まえた1匹ですね、合計5匹捕まえることができました。ここの場所にもね、まだね、もう 1,2 匹ぐらいいるんじゃないかなと思うんですけれどもね、今後とも堀鉄さんがもう駆除に何度も足を運んでくれるとおっしゃっていただいているのでね、堀鉄さんに任せるような形にしたいと思います。今回の動画を見ていただいたらね、タガメを取り巻く環境やね、ウシガエルが入ってしまうと水生昆虫がすぐいなくなりそうだなっていうのは、なんとか肌で感じたんじゃないでしょうかね。こちらウシガエルね、ピョンちゃんが非常に綺麗にさばいてくれました。こちらはですね、ピョンちゃんの方でお持ち帰りをしたいということなので、ピョンちゃんにお渡ししたいと思います。今回の動画は以上になります。もしよかったらチャンネル登録、高評価とですね、ぜひよろしくお願いします。励みになります。以上、マシでした。また次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。